江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、久々にジム・ロジャースの話題でございます。バカなこと続けてるからと、ジム・ロジャースが警告を叱り飛ばすと。お、なに？あれ？手のひら返し？はい、じゃあですね、ちょっと見てみましょう。くーちゃんお願いします。ジム・ロジャース氏は6日、警告政府の空売り禁止措置はミステイクとし、このようなバカなこと、フーリッシュ、シングスを続けているため、警告はメジャー国際金融の中心地に離れないと批判した。現在シンガポールに居住しているロジャース会長は、この日、警告経済新聞との電話インタビューで、空売り禁止措置は、警告が依然としてメジャー金融市場ではないという事実を示しているとして、このように話した。ウォーレン・バフェット、ジョージ・ソロスと共に世界三大投資家と呼ばれるロジャース会長は、この間警告市場に対して統一されれば世界1位の投資先になるだろうとし、大きな関心を示してきた。今年5月にはシンガポールでイ・ボクヒョン金融監督委員長らと会い、警告金融産業について話し合った。統一するわけね。ロジャース会長は同日のインタビューで空売りの肯定的な役割を何度も強調した。ロジャース会長は、特定銘柄の価格があまりにも多く上がれば、空売りが価格引き上げを抑制する機能をするとして、逆に価格が下がりすぎると、ショートカバー、空売り株式を返すための買収をしなければならないので、適正価格以下に下がることも防ぐと説明した。空売りが市場価格に歪曲を正す役割をするという意味だ。この日、警告の証券市場が大幅に上昇したことに対しても、売る人、空売り投資家を除去したためとし、一時的な現象で状況をさらに悪化させる、オンリー、テンポラリー、ウィッチ、チェスト、メイクス、IT、ワースと話した。主要外信も同日、警告の空売り禁止措置が異例的だと分析した。ブルームバーグはこの日、スマートカルマホールディングスのアナリストであるブライアン・フレイタスのインタビューを引用し、警告金融当局の空売り禁止に対して、警告が先進市場に移動するのに大きな制約になるだろうと指摘した。ブルームバーグは、今回の空売り措置が来年4月の総選挙を控えて出たもので、政治的目的があるものとみられると解釈した。ロイター通信も、モルガン・スタンレーが警告を先進国に格上げさせるために解決しなければならない要因の一つとして、空売り規制に対する不確実性を挙げているとして、今回の措置で警告資本市場の先進市場侵入が遅くなりかねないと予想した。モルガン・スタンレーの MSCI 指数は6月、警告を先進国指数に編入せず、その理由を制限的な空売り措置などと提示した。ドバイ資産運用会社ダルマキャピタル最高投資責任者は、外資インタビューで、空売り禁止は警告金融市場の地位を危険にさらし、先進市場の地位を達成するのに妨害になるだろうとし、空売り禁止で初期に急激な株価上昇があるだろうが、空売り比重が低い水準なので、その影響は制限的になり得ると見通した。はい、ということでございました。それではですね、こちらに対して警告の反応を見ていきましょう。はい。それでは一人目、こちら。ジム・ロジャースは今まで甘い汁を吸ったみたいですね。1423-42。空売りになった時は、どうして無視先進国数に編入してくれなかったの？全くしてないわけでもないし。不法、空売り担保なしで空売りする不法が横行しているが、数百件も出ているのに、それがないようにシステム改善してやり直すということなのに。じゃあ、もっと褒めることじゃないの？新型レイノアレウイルス感染症の時は、君たちもショート制限をかけたじゃん。わらわら、799-30。はい、ということでね。空売りで不法が横行しているから、せや、空売りやめちまえっていう判断ですね。うん。ミニミニニュースの方で、この不法に空売りしてるのが、HSBC と BNP パリバ銀行。の2社がもうすでにバレてるんですけど、その人たちを懲戒すりゃいいだけじゃねえのって思うんですけどね。合法的な空売りには賛成だ。ただし、先進国の銀行、フスブクなどがあまりにも不法に空売りを悪用しているため、一罰100回しなければならない。懲罰的損害賠償制度、100年以上の懲役刑を導入して市場撹乱行為を遮断しなければならない。696-7。
公正な空売りなら君の言う通りだが、渓谷の空売りは傾いた上に不法が横行しているのに、125.1。罰すればいいんじゃない？ジメロジャースは時代遅れの投機家ではないか？何かもっとねだってるの？シンガポールでも召し上がれ。24.1。ロジャースのやつ、空売りで渓谷から個人投資家のお金をものすごく奪っていったようだね。10.0。ジムのせい。賢いふりをするが、君も空売りで利益をたくさん得たんだろう。君の言うことが正しいというより、金儲けの手段がなくなるからと理解した方がいいと思う。8.0。外国人空売りの勝率 99.7% のジム・ロジャースさん、資本主義社会でこのような勝率が正常だと思いますか？不法でなければ、あんな勝率は出ません。7.0。と外国機関の代理人が言いました。6.0。あ、このインタビューは案件か。あなたがどんな勢力とつながっているのかよくわかるので、それで終わりにしなさい。5.0。あいつが空売りしていた奴らの一人だよ。4.0。空売りしたとしてもメジャーになれませんよ。7.0、うん、そうだね。はい、じゃあですね、チャットの反応いきましょう。はい、じゃあね、上の方からいきますかね。久しぶりに見たな、わらわら逆張りじいさんち、わらわら。まだいたんだ、ジム王子、わらわら。金をもらえなくなるなったから、リップサービスは終わり。ジム・ロジャーズ、お前も自分のことしか考えてないけどな。叱り飛ばしても、渓谷民には響かないんじゃない？なんだ、金突っ込んで大損でもしたんか？中心地とか、やめてあげて。メジャーじゃない言われてんぞ、わら。バフェットとソロスと一緒くたにすんな、わらわら。でも、ムンちゃんが、渓谷が金融ハブ国になるにだって言ってた、そうが現実になるまで、あと一歩。自分が空売りできないからだな。いやいや、あいつらは言ってもわからないし、文章出しても理解できないから、関わらないことがいいです。お、ジムさん、空売り禁止で仕込んだネタをパーにされてブチ切れたんかな？わら。こいつ10年以上前から、日本はオワコンとかほざいてたけど、いつになれば日本は終わるんですかね？わら。ピンクのセーターで警告好きアピールにだ、わら。それでもコスピーは今日白上がりしてんだよな。先のことより目先の利益に走ってる感が半端ないわ。格付けって結局は投資会社の言い訳用じゃねえの。しょぼーん、正直信用してない。これインタビューで小遣い稼ぎしとるんか。ピンクのセーターは経費消すると思ったのかしら。はい、ということでね、それではこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。最後まで江戸川メディアラボをご視聴いただきありがとうございます。お手すきでしたら、こちらの最新動画と人気動画もおすすめしております。ぜひこちらからチャンネル登録もよろしくお願いします。画面下で評価コメントもぜひお寄せください。動画投稿の通知が欲しい方は、チャンネル名の横のベルをご利用ください。それではまたお会いしましょう。ごきげんよう。